皆さんこんにちは。こんにちはなのだ。今回はいわゆるグループセブン、G7 の国家とその和訳について、素人目線でそれぞれ解説していきます。何か間違えていたらごめんなさいなのだ。アメリカやイギリスの国家の内容は時々見聞きするけれど、他の国のはあんまり知らない。という人にはちょうどいい内容になると思います。また紹介する順番は、曲として成立した古い順になっています。 では早速、イギリス、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の国家の朗読とその解説を始めます。God save the king。王よ、我らが慈悲深き国王陛下を守りたまえ。我らが気高き国王陛下よ、とこしえにあれ。神よ国王を守りたまえ、君に勝利を幸ちを、栄光を賜わせ。 神よの名が絡むことを神よ国王を守りたまえ。うん。なんとも温かみのある歌なのだ。以前はゴッドセイブ・ザ・クイーンとして有名だったけど、先日エリザベス二世女王がお亡くなりになり、チャールズ3世がご即位されたので、歌詞のクイーンがキングに変更されました。70年ぶりのことだそうよ。そんなに長い間君主であり続けるなんてご苦労されたことと思うのだ。 この歌の起源は1745年、名誉革命の反革命勢力、ジャコバイトに脅かされていたロンドンにおいて、トマス・アーンは君スと国家の安寧を祈って編曲して、当地の劇場を介して爆発的に広まったとされています。それ以前の作詞作曲の経緯はよくわかっていないそうよ。昔のことだから仕方がないのだ。それと、この歌は事実上の国家として広く認知されているけれど、 法律で制定されているわけではないそうよ。日本の首都が東京だとは法律で決まっていないのと同じような話なのだ。それと豆知識として公式の場で斉唱する場合に国王自身は歌わないそうよ。そりゃあそうだろうなのだ。あと、かつてはイギリス連邦諸国でも国家として採用されていたとか、歌詞は6番まであって、そのうち現在も歌われているのは3番まで。 特に6番は時代にそぐわないので削除すべきだという議論があるとか、いろんなお話がありました。歴史の長さを感じさせるのだ。さて続きまして。フランス共和国、ラ・マルセイエーズ。以降、祖国の子らよ栄光の日が来た。我らに向かって暴君の血まみれの旗が掲げられた。血まみれの旗が掲げられた。聞こえるか、戦場の 残忍な敵兵の方向。奴らは何時らの元に来て、何時らのこと妻の喉をかき切る。ちょっと、というかかなり怖いのだ。刺激が強すぎるのだ。噂には聞いていたけれど、実際すごい歌詞だわね。市民意識の高さもここに極まっているかのようなのだ。よく言われるフランス人の個人主義も、この辺りに由来があるかもしれないわね。 フランス人は歌っているときに、どんな気持ちになるのだろうなのだ。さてこの歌の起源は1792年、フランス革命政府がオーストリアへ宣戦布告したときに、公平隊員のルジェドリールが出征する舞台を鼓舞するために、一夜にして作詞作曲したというのが定説だそうよ。すぐに軍隊を通じてパリ市民に広がって、3年後の1795年に国家として採用され、 1879年の第三共和制において法制化されたとのこと。法制化までタイムラグがあるのが面白いのだ。どうやら途中のナポレオンの失脚の際に、公の場で歌うことが禁止されたり、右与曲折あったそうよ。なるほど。それから全部で7番まであるけど、最後の7番の子供の歌は、別の人が後から作って付け足したそうよ。子供の歌っていうと優しげな雰囲気だけど、 これ実際の内容を見るとこれまた怖いのだ。興味のある方は調べてみてくださいね。さて続きましては3番目。アメリカ合衆国、星条期おう、ミユルや、夜明けの淡き光を受け。先の夕暮れ、日が落ちるとき、我らが観護したもの。そは太き島と輝く正常、星条期を我々は目にした、危うき戦の間。 城壁の上に見た、郵送に翻りし、かの旗。呪しの赤き炎を立ち、保温中にとどろくなか。耐え抜き、旗はなおそこにあり。おお、星散りばめたる旗は、今なおたなびくか。自由なる大地、勇者の故郷に。こちらは皆さん、結構知っている内容じゃないかしら。独立戦争当時、 自分たちが国を作っていくという気概がいを感じさせる歌詞なのだ。その通り、この歌の起源は米英戦争のさなかの1814年、いろいろあって敵軍の軍艦に抑留されたフランシス・スコット・キーが、友軍の砦が砲撃された後の様子に感銘を受けて作詞して、当時人気のあった酒飲み歌のメロディに合わせてアレンジされて作られたそうよ。すごいはしょった説明だったけど、 詳しいい経緯が残っているのだあとその酒飲み歌の作者がイギリス人だというのが面白いわね多分いろいろおおらかな時代だったのだそれに言われてみると確かに映画とかで昔の酒飲みが歌っているっぽい曲調なのだその後1931年になって国歌として正式に制定されたとのことそれまでは別の歌が事実上の国歌だったそうよしかも2つあったんですって そうなの。その辺の経緯も気になるところなのだ。ちなみに歌詞の中に、ロケットという単語があって、これはのろしなどと翻訳されることがあるけど、実は本当にミサイルみたいな兵器のことを指しているそうよ。なるほど。確かに調べているといろんな役があって混乱させられたわけなのだ。さて続きましては4番目。ドイツ連邦共和国、ドイツの歌。ドイツよ、ドイツよ、 この世のすべてのものの上にあれ。守るにあたりて、兄弟のような団結があるならば、マース川からメーメル川まで、越川からベルト海峡まで。ドイツの国は、この世のすべてのものの上にあれ。国土を称える内容だったのね。でも、この世のすべてのものの上にあれ、ってのがなんだか引っかかるんだけど、訳し方の問題なのかなのだ。 ニュアンスがわからないのだ。あら、間違えていたわ。え今読んでもらったのは歌詞の一番で、現在は公的な国家に含まれていないそうよ。まったく、よく知らないってわかっているんだから、もっとちゃんと調べるのだ。これは本当にごめんなさい。以後気をつけます。以前に投稿した動画でも間違えていたので、そちらをご覧いただいた方にもお詫び申し上げます。 それじゃあ今の国家の歌詞はどうなってるのだ今は歌詞の3番だけが公式なものとなっているそうよ。それじゃあズンだもんもう一度朗読お願いします。ドイツ連邦共和国、ドイツの歌。統一と正義と自由を。父なる祖国、ドイツのために。それを求めて、我らは皆で兄弟のごとく、心と手を携えて努力しようではないか。 統一と正義と自由は幸福の証である。その幸福の輝きの中で栄えよ。父なる祖国、ドイツよ栄えよ。これなら今の時代の感覚でも、本当な内容に感じられるのだ。ウィキペディアを下の方まで読むと、やっぱり国家を制定するときにそんな判断があったみたいね。それでも一番二番を残しているところに、歴史に対する姿勢がうかがえるわね。 多分それはそれでいいことなのだ。さてこの歌の起源は、1797年に音楽家のハイドンが、神聖ローマ皇帝に捧げた曲のメロディーに、後から1841年に詩人のホフマンが、ドイツ民族の統一を願って詩をつけたものだそうよ。詩人なら表現が行き過ぎるのも仕方がないかもなのだ。その願いは1871年にビスマルクが帝政ドイツを打ち立てた時に成就したけれど、 その時は別の曲が国歌として使われていたそうよ。あらら。それからずいぶん経って、第一次世界大戦後のワイマール共和国時代の1922年に正式に国歌として採用されて、第二次世界大戦後の1952年に3番だけを公式なものにして、東西統一後の1991年にそれが確定したそうよ。ただし現在でも法制化はされていないとのこと。 フランスと同様、なかなかうよ曲折があるのだ。それと、作詞のホフマンさんについては政治色がどうのこうのという記述がちらほらあって、そのあたりも法制化されていない理由の一因かもしれないわね。人々の気持ちもなかなか複雑なのだ。続きましては5番目。イタリア共和国、豆襟の参加。イタリアの兄弟、イタリアは目覚めた。スキピオの兜。 その頭上にかむりて、勝利の女神、ウィクトーリアはイズコに、そのお串を捧げん。神はウィクトーリアを創造す、ローマの橋溜めとして。なるほど、イタリアっぽい芸術的な歌詞なのね。でもやっぱり勝利とかかぶととか、戦いの匂いがするのだ。それに橋溜めってのは何なのだどうやら、勝利の女神を掌握する、というようなニュアンスらしいのよ。 髪を切るというのも同じみたいよ。スキピオも共和制ローマの英雄で、カルタゴを破った将軍のことね。芸術的な雰囲気なのに、実は結構好戦的なイメージの歌詞だったのだ。今回は一番だけ読んでもらったけど、後の方もフランスほどではないけれど、結構過激な表現があるわね。興味のある方は確認してみてくださいなのだ。この歌の起源は1847年。 イタリア統一戦争に参加していたマメエリが歌詞を一夜で書き上げ、それを友人伝いで聞いたノバーロが作曲したそうよ、5番まであるみたいね。マメエリさんの歌だったのだ。なんだか、欧米の国家は個人レベルで作ったものが人気になってそうなった、みたいなのが多いのかもしれないわね。その辺はもっと調べてみないと何とも言えないのだ。 それから大戦後の1946年に仮の国家として採用され、2005年に法制化されたとのこと。ちなみに Wikipedia だと法制化は2017年になっているけど、Google のバードに調べてもらったのと、どっちが正しいのかしら。どっちにしても結構最近なのだ。わざわざ法制化したりしなかったりするのにも意味があるかもしれないのだ。ちなみにこの豆入りの参加の前は、 1946年まで存続したイタリア王国の国歌として王室更新曲という曲があったそうよ。なるほど、王国から共和国になった時に変わったのだ。続きましては6番目。カナダ、おう、カナダ。輝ける心を持って交流する祖国を見守らん。真の北国、剣語にして自由なり、遠く広くから、おう、カナダよ。 我らは何時を守りゆく。神よ、これからも、我らの大地を、荘厳で自由に保ちたまえ。おう、カナダよ、我らは何時を守りゆく。おう、カナダよ、我らは何時を守りゆく。これはわかりやすく平和な歌なのだ。国を守ってくれるよう神様に祈ると同時に、自分たちでも守ると宣言しているのね。現代的でバランスの取れた歌なのだ。 この歌の起源は、ケベック州で1880年に式典のために、作曲家が作曲、ハンジがフランス語で作し、後の1908年に法律家が英語訳を作ったそうよ。昔の人は多彩な人が多いのだ。調べた限りでは、元々はフランス系カナダ人の愛国家で、それが次第にカナダ全体に広がった感じみたい。そうして一世紀後の1980年に国家として法制化されたそうよ。 英国系のカナダ人はその辺遠慮したのかなのだ。その辺もバランスの取れた曲な気がするのだ。ちなみに歌詞は3番まであるけど、通常は2番までが歌われているそうよ。さて最後は日本国、君が代。君が代は、千代に八千代に、サザレイ氏の岩を隣りて、苔の娘まで。君が代を最後に持ってきたのは何か意味があるのだ。 実は G7 の国歌の中では、君が代が一番歴史が浅いらしいのよ。え、本当に意外なのだ。確かにこの歌の歌詞は10世紀初頭、古今和歌集の読み人知らずの和歌を起源としていて、世界の国歌の中で最も古いそうよ。でも曲の方は明治時代初期に猶予曲説あって、1880年に宮内省の林弘盛が作曲したものが、霊識曲として採用されたそうよ。 そして国家として法制化されたのは1999年とのこと、そういえばそんなニュースもあったかしら。マジで歳がバレるのだ。とまあそんな経緯なので、曲としての君が代が作られたのは今からだいたい140年前。雰囲気でなんとなく思っていたよりは随分最近で、カナダのものとだいたい同じ時期なのね。なるほど納得なのだ。ちなみに、君が代、の君という言葉はもともと、あなた、主人、 君主など、広く用いる言葉だったそうで、自分にとって親しい人の長寿を願う歌だったと考えることもできるそうよ。平和が一番なのだ。それから、ちよに、やちよに、は実は、千代にや、千代には実は千代にや千代にと反復するのが正しいという説もあるそうよ。かなの表記の問題かしらねお。結構面白そうな話なのだ。千代にや、千代に、の方が、 末長さがわかりやすくおめでたい感じでいいかも。それだと曲のリズムが崩れちゃうのだ。想像してみると変な感じ。いや、結構いいリズム感かもしれないのだ。面白いのだ。というわけで、この解説はこれでおしまいです。全体を通してみて、いろんな国家の成り立ちや、うよ曲折のあることがわかったのだ。本当に国によって、歌の内容も様々だったわね。 思った以上にいろんなことが分かって楽しかったのだ今後も気になって調べたことはこうして動画にしていきますのでご覧いただけると嬉しいですあとチャンネル登録・高評価ボタンを押していただけると大変励みになりますのだそれでは皆さん次回の動画でお会いしましょうなのだ